日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。次なセブンイレブンの和もっち巻きティラミス、黄金色スイートポテト、焼き芋クリーム大福を食べたいと思います。なんかお芋とティラミスって、接点まるでないような組み合わせですけど、ま、気になったのでとりあえず買ったって感じなので勘弁してください。ではまずこちらのスイートポテトからいただきたいと思います。小さいけど味わいどうなのかな。あれ前も食べたことあったっけ。ま、いいか。ではわ、下の方にあるこの黄色いたこ焼きの船みたいなのを剥がしたら崩れるので、もうこのままいただきますね。ではうわー、黄金色スイートポテト、本当にすごいなこれ。口の中に入れた瞬間にふわーっと広がってくる。棒でティラミスは、ちょっとこれはどうなんだろうな。味がしないってわけじゃないんだけど、どこかはっきりとしない感じがある。そして最後の焼き芋クリーム大福、うわーっと白い粉が飛び散るのは本当にこうしたお菓子の悩みどころだ。とにかく拭いて。デビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べた黄金色スイートポテトはさつまいもの優しい甘さとちょっと焼けた表面の、なんだろう、膜のような食感が見事に感じられて、この小ささなのにすごく満足感があるスイートポテトになっていました。かなりまったりとした甘さなので、あなたがさつまいも好きならぜひ食べてほしいです。で、同じくさつまいもが食べた焼き芋クリーム大福の中のクリームもかなりさつまいもの甘さが強かったですね。これまでクリーム大福といくつか食べてきましたけど、今回が一番美味しかったかもしれません。で、こちらの和もっち巻きティラミス、これはちょっとティラミスのほろ苦さやチーズクリームのさっぱりとした酸味、どちらも物足りなくてちょっと名前負けしてるなって思いました。なんだろうな、まあ、まずくはないんですけど、そこまでティラミスという名前を持ってる割には、本当に物足りない、もうちょっと上の方に来てほしかったって思いがどうしても自分の中では出てきてしまったのは残念です。今回食べた中だと、最初に食べた黄金色スイートポテトは一番食べやすくて強く優しい甘さを感じられたので、代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。